今回この鳥取プロジェクトで、できるだけ多くの笑顔とパワーを被災地へ、送りたいと思いますので、皆さんご協力よろしくお願いします。被災地の方は僕たちができるだけ支援を頑張りますので、ぜひ笑顔でいてください。